細長い画用紙と型紙を作って作る大輪の菊の花です。型紙はコメントの URL からダウンロードすることができます。 A4 にプリントアウトしたら、それを丸く切り取ります。色画用紙の方は幅2センチ、長さ7センチぐらいです。これを25枚用意します。鉛筆のような丸いものに巻きつけていきますが、この六角形の鉛筆の方がしっかりと巻きつけることができます。花びらは時間が経つとほどけてくるので、力を入れてしっかりと巻いてください。全部巻き終わったら、先ほどの型紙に貼り付けていきます。一番外側に1と書いてあります。この部分に糊をつけます。型紙の通りに菊の花びらを貼り付けていきます。外側が貼り終わったら、今度は2と書いているところに糊をつけます。そしてまた同じように型紙のところに花びらを貼り付けていきます。3番目は2枚貼ります。花びらが向かい合うように貼ってください。4番目の花びらは3番目の上に直角になるように貼ります。3番目の花びらと重なります。最後に真ん中の穴が開いているところにもう一枚貼って出来上がりです。次は葉っぱの作り方です。本物の菊の葉っぱをコピーして型紙を作りました。これを画用紙にホッチキスで留めます。画用紙が無駄にならないように端から使いましょう。重ねたまま切っていきます。画用紙は2枚くらいは重ねて切ることができます。最後にコピーの線を見ながら色鉛筆で強く葉脈を描きます。
先ほど作った花と組み合わせて飾ります。